台風10号の影響による悪天候続きで36ホールの短期決戦となった富士 3K クラシック。トータル7オーバー、85位タイで終えた55歳の藤田博之は今週の米シニアツアー、プラツアーチャンピオンズに参戦予定だと明らかにした。出場を予定しているのは、米ツアーのフェデックスカッププレイオフシリーズにあたる米シニアのチャールズ・シュワブカッププレイオフ第1戦の ドミニオンエナジーチャリティクラシック10月18から20日今季の賞金ランキング上位72名が出場できるプレーオフまで残り5試合あるが全米シニアオープン2位などの藤田は現在36位につけており出場権は確定的だプレーオフは3試合行われ2戦目のシモンズバンクチャンピオンシップ10月25から27日 は上位54名で、こちらも出場はほぼ確定。そして最終戦のシャルル・シュワブ・カップ・チャンピオンシップ、11月7から10日、は上位36名のフィールドとなる。今期の出場資格を見ると、前年の賞金ランキング54位以内というカテゴリーがあり、これは来年も継続。つまりプレイオフ2戦目に進出した時点で54位以内を確定させることになり、 限定的ではあるがシード権獲得となる。ちなみに最終戦進出の36名は来季のフル出場権を得る。試合ごとにランキングを上げて最終戦を目指すことになる。国内のシニアの試合と重なっているから辛いですけど、なかなかこういう機会もないので、向こう、米シニアの世界を見てこようと思っています。国内シニアでは2022年に賞金ランキング2位、 23年は3位に入っており、悲願の国内シニア賞金王を獲得に向けて国内夜巣にするのは痛手だが、夢のフィールドを目指すことになる。今週から2試合国内シニアを戦い、その翌週はレギュラーツアーのパナソニックオープンにも出場する。国内のレギュラーとシニアを股にかけて戦っているが、新たな道も開けそうだ。